ここで初めて顔剃りっていうものをやってもらった。前後アシンメトリーみたいな。すごい髪型。あ、濱家さん絶対ハゲます。どうも、かまいたちです。さあ、本日は、はい、濱家の美容室遍歴。はい。山本さん以前やりました。やりました。今回私の美容室遍歴も。いや、いいですよこれね。俺自分でやって何が良かったかっていうと、うん、記憶がすっごい掘り起こされる。あ、うん、こうなんか昔あったかなって探してもさ、ふわっと探すから、うん、あんまり記憶たどれないですけど、美容室っていうピンポイントなものを頼りに歩んでいくと結構思い出せたん で、うん、で結構それ大事よな。いや大事だ、普段からやんの。これだから美容室もそうやけど、なんか銭湯とかさ、うんうん、あ、なるほどね、ピンポイントで、あ、銭湯って行ったなとか、こう考えて、俺もこの間考えてたけど、うんうんうん、あの街で銭湯見かけて、うん、結構詳細なエピソード出てくるから、うんうん、定期的にやっていってもいいかも。いいですね。初めて聞いたもんだって、あのエピソード。プレイ後で切ってゲーセン行って言われたっていうのは喋りながら思い出した。あ、そういえば俺この時そのまま帰らずにゲーセン行ったわって思って。で、そんな笑われることだと思ってなかった。その行為がね。その行為が、うん。俺もなんか、じゃあ今日はちょっと喋らせてもらう。はい。はい。じゃあ、美容室ね。はい。まあ、美容室っていうような名前のとこに行き出したもん、結構ちょっと年。上になってからですけど、一番最初ほんま記憶たどって一番最初は地元の上新庄にあった美容室とかも散髪屋さんって感じの。そうね、うん、昔はそうよ。そう、レインボーっていうところがあったんですけど、でレインボーっていうところに僕は行ってて、ここはあの家族経営でやってらっしゃるところでしたね、ご夫婦。多分俺がこれだから小学校1年とかの時に行ってたとこで、その当時多分40歳か50歳にならないぐらいのご夫婦がやってて、一人ちょっと恰幅のいいおっちゃんと、なんか物腰柔らかいおばちゃんで、息子さんが一人でやってはってんけど、ここまあいつも俺スポーツ狩りにしてもらってて、もう何でも何やったらスポーツ狩りやってんやんか、うん、ここに行くまでも俺多分散髪行ってたやろうけど、そこどこに行ってたか記憶ないねんやんか、うん、である日なんかわからんけど、誰か友達がいてたのか何かで、このレインボーってとこに俺も行き出してんけど、うん、あ、まずね、このここのレインボーってとこに行って散髪するやん、まあスポーツ狩りにしてくださいってスポーツ狩りにしてもらって家帰るやん、はい、なんかおかんとか姉ちゃんとかが、あれなんかスポーツ帰り、なんかあれやな、うん、キリッとしてんなみたいな、うん、でも分かれへんで、でまたここ髪の毛伸びていいってスポーツ帰りして帰る、うん、なんかキリッとしてんなって、うん、って毎回なんか言われててんやんか、それが。でなんか分からへんかったけど、謎が解けたのが、ここで初めて顔剃りっていうもんをやってもらったんですよ。お、小学校低学年とかにあんまり顔剃りってしないと思うんですけど、だからこの例えば眉毛こうあるやん、うん、眉毛がこうあったらさ、この辺にまあ産毛って生えてるやんか、うん、これをだからシュンとこうカミソリで、カミソリでこう剃ってくれるから、なんか美容室じゃなくて理容室。そう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 やね。だからすっごいキリッとしてたのよ眉毛。珍しいな、小学校で。なんかないつも俺もその散髪終わった後、なんか顔触ったらすごいなんかいつもと違う、なんかそわそわした感覚になって、これ何なんやろっていうのを初めて経験したのがこのレインボー。なんかあの筆のでっかい大筆みたいなんで、そうシャ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 ちょっとあったかいやつ塗られて、でこうやるっていう昔の理容室ですよ。そうで、そこでやってもらってて、でこのレインボーの俺が好きやったところは、うん、ポイントカードみたいなのがあってさ、でまあなんかこうあんねんな、うん、で1回行ったらここに反抗してもらえる、うん、で多分10回とかやったと思うねんけど、うん、10回貯まったらテレホンカード1枚もらえる。へー。で500円のテレホンカードもらえんねんけど、うん、ポイント貯まっていてもらえるテレホンカードが楽しみで、もらったら家に持って帰って見せると、うん、親父がいつもそれを500円で買い取ってくれててん。ほう。
そのテレホンカード、はい、だから俺はこのいつかその500円をもらえるっていう楽しみがあり、よく行ってた散髪屋さんですね、ここは。でここの、そのご夫婦でやってるって言ってたやんか、息子さんのお兄ちゃんが結構面白くて、喋、うん、りめっちゃうまかったやん、なんか小学校の時の感覚やけど、髪の毛切りながら、この間もなーってなんか友達と遊んでてんけど、蜂柄ぶわーきさーって、でなんか俺らのこの集団におんねんけど、蜂いつも俺寝ろてきよんねんっていうのが俺めっちゃおもろくて蜂な、めっちゃおんねんけどな、毎回俺狙ってきょんねんっていうのが俺も小学生だからめっちゃおもろくて、なんでお兄ちゃんだけ狙われてるのっていう、それがめっちゃおもろかった記憶は。エピソードトークしてくれる。そうそう、でおっちゃんもエピソードトークしてて、一個印象に残ってるのが、おっちゃんとおばちゃん二人と思ってんけど、その時、はい、釣り好きやねおっちゃんが、で奥さんも好きでよく一緒に行ってたらしいんだけど、昔おっちゃんがバって投げた時に、釣り針が奥さんの頭皮にガッて引っかかってんて、うん、でグッて入ってもうて、で、ああ危ない危ない危ないってなって、まだ笑ってる。え、何年前の話で笑ってんの。いやこれ怖い話じゃねんけど、うん、やばいやばいってなって抜こうとするけど、うん、あのリュウ君知ってるで、釣り針ってこう返しあるから、もう抜こうにもう、うん、引っかかって抜けへんねんと、うん、こう言うたら頭蓋があって皮があったらさ、こうなってこうなってるから、うん、もう抜こう思ってもここが頭皮にここに引っかかって抜けへんねん、うんうん、でおっちゃん奥さんが奥さんが本当におっちゃんどうしたと思うこれ、思いっきり引っ張ってお前ちゃん頭剥がれてんだよって言われた時、もうめっちゃ怖かったんけど、頭剥がれたってもうめちゃめちゃおもろくて笑ってしまった記憶があって、いやおっちゃんとおばちゃんのそのコミカルに話してる感じの雰囲気やったら笑えんねんって、今聞いてたらただただ怖いねんけど、怖い、なんで小学生の子供にそんな怖い話してんのそれおっちゃんどうしたと思う、思いっきり引っ張ってな、おばちゃん頭剥がれたんやで怖いって、どうしたと思うってそのまんますぎるよ、こうやってこうやったら取れたんや、もう聞き方や、思いっきり引っ張ってね頭剥がれてるおばちゃんって言ってたのがすっげえ印象残ってるエピソードトークっすね。そう、これレインボーっていうの行ってて、結構ずっと行ってたんですよ、うん、レインボーに。でそっから俺多分中学上がったのかぐらいの時に、地元の J っていうおしゃれ、でもこれはね美容室、おしゃれ美容室やって、おしゃれ、あの地元の上新庄では J に行ってるって言うと、あっこで髪切ってんのみたいになるような、でうちの地元の上新庄でめちゃめちゃ美容室多いねん。ややこしいわ、もうさっきの話で釣り針言うてるからそれど何続いてんの、返しついてないやろJ、これは J、それは J、 J、これは J です、おばはんの頭皮から取れた釣り針じゃないねんな、釣り針はこうやそう、J な、で J で、でうちの姉ちゃんが最初行き始めた、うん、で、おしゃれやから言って俺も連れてってもらって、最初なんかもうカチンコチンやってさ、うん、こんなおしゃれな人たちが働いてるところで、中学生、はい、そう、で、初めて俺中学、あ、だからちゃうわ、それだからレインボーは中学まで行って、俺丸刈りしてたから野球部 で、うん、で中学の3年生まで行ってたよ、夏まで、はあ、多分ここに、じゃあだいぶレインボーに、レインボーに行ってたよ、で引退して髪の毛伸ばせるようになったっつって多分 J に行ったよ、はあ、J で髪切ってもらう時の担当がうちの姉ちゃんを担当してくれてた清水さんっていう男の人やったけど、うん、もう超おしゃれで、うん、もう中3の俺から見たらこんな人と喋れんのみたいな、うん、ほんまなんか髪の毛もちょっとパーマとか当ててこうグッとして、もうザ・美容師みたいな、でも緊張しながら、でどんな髪型したいとか言われて、最初はなんか普通の感じにしててんけど、ちょっと清水さんとも慣れ始めた時にちょっと遊んでみるみたいな、うん、そう言うねんな、そうそう、で今日ちょっと違う髪型してみるって言われて、あ、いいんですかっつって、一番最初にした髪型がこう顔あるやんか、アシンメトリーっていう髪型で、こっちめっちゃほとんど切ってないのにここ丸刈りみたいなあるわ、
中3とか高1でやで。花澤くん、いや花澤くんじゃない、ベイビーじゃないの花澤くんじゃない花澤くんや、花澤くんになってた、いやみたいな髪型とか、うん、でこっから清水さんがなんかめっちゃエンジンかかってて、うん、行くたびに今日新しい髪型考えてるよみたいな、うん、で俺このいわばさっきのさ、このこっち半分長いこっち坊主みたいなのがさ、なんかなんとなくイメージ湧くやん、うん、その次行った時かな、顔こっちね、どう表現したいんだろう、ここ坊主ここめっちゃ長いとか、何それ、まアシンメトリーをこうきっと回した感じ、これをきっと回した感じだから前後はアシンメトリーみたいな、前後でやってる人の子見たことない。俺やってたん、清水さんがこれやってみようって、ここ坊主ここ後ろボーボーみたいな、あとすごい髪型やな、もう全坊主、うん、ここに剣山みたいに残してるとか俺すごい髪型しててん、この時でも清水さんが言うんやから、これっておしゃれなんやろな思って、多分全坊主でそこだけ、ここに剣山乗ってるみたいな、剣山やん、そう剣山しててそれはもう剣山ここに剣山乗ってるみたいなしてた、すごい攻めてるな、最先端髪型で、でもこういう髪型確かにおしゃれやってんけど、うん、俺その時の服装とかってさ、もう T シャツに半パンとかからわけわからなくなってくる髪型と服装が釣り合ってなかった、釣り合ってない、うん、でこの清水さんがどっかもう帰りはると、帰って病室するってやって、その後伊藤さんっていうめっちゃくちゃ綺麗な可愛い、ほう、もうほんまにお姉さん、お、うん、俺その時同級生の渡るってやつとよう、うん、渡るも J 行っててんけど、うん、いつも伊藤さんに髪の毛切ってもらった後は渡るに電話して、今日も伊藤さんに切ってもらったわ、で渡るからも俺も伊藤さんに切ってもらったとか言い合うめっちゃ綺麗な可愛い美容師さん、ほんまに多分俺より多分3つ4つぐらい上やったんかな、年が、うん、もっと上やったんかな、お姉さんもっとお姉さんとか、すっげえ魅力的な憧れのな、綺麗な人やったわ、めっちゃ見てみたい、でこの間俺どっか営業行ったら、地方に私が今行ってる美容室で伊藤さんっていう人がいてて、吉本の社員さんがそこの地方の、ほう、その地方担当の吉本で、うん、社員さんが、私が行ってる今は美容室で伊藤さんっていう人がいて、昔濱家さんのこと切ってたって言ってましたよ、あの伊藤さんやんってなって、誰かが言ってて、って行ってみたい、って J は変わらずだったよね、担当、でも伊藤さんも最終的にどっか行っちゃって、うん、でその後もうまた J は通ってたけどね、うん、でその後に J 通ってたんですけど、多分高校卒業して、難波に出るようになって、うん、山内さんが前言ってたケーシーピュールでしたっけ、はいはいはい、ビタエスのお兄ちゃんのいとこがやってた心斎橋のすっげえ綺麗なビルのとこにある最先端美容室みたいなとこにこう行き出して、はい、ここも緊張したわ、最初行く時ほんまにかっこええビルのなんかもキラキラしたとこやったから、ここもでもちょっと通ってたけど、そんな長くは通わなかったね、お、うん、一回これだからこの時期はあれです、フクラムスクラムとかやってる時期、うん、俺らがあったね、あの時期に通ってました、で大阪にオレンジサンセットっていうコンビいたんですけど、関西の方住んでたから、なんかちょっとおしゃれなとこ行ってんねんけど、うん、お前美容室行くやったら一緒に行くって岡田一回連れて行ったことがあって、うん、オレンジサンセットの今あの YouTuber で頑張ってる、うん、岡田2人で一回ここ行って岡田もめっちゃ緊張してたの覚えてるで俺も緊張してるし、一等地やからな、そうそうそう、あ NSC 時代とか芸人時代は J も被ってたりするんですか、ザッザックリーン被ってる、あ被ってるんですか、ほー、芸人になってからも結構 J 通ってたから、23ぐらいまで J 行ってたんじゃん、うん、俺はビタエスの兄貴に出会ってから KC ピュール、うん、兄貴のいとこの人がやってたから、に行ってたね、KC ピュール。岡田連れて行ったら髪質が硬すぎて切る前と全然変わってへんかったっていうのが印象的でしたで、ここの流れで行ってる時ここ通ってたんですけど、こっからなんかまあ寝なし草のようにいろんなところの散髪や美容室行って固定がなかったんですよね、はいはいはい、うん、で、まあ今から話すところは超イレギュラーなんですけど、大阪伏せの散髪屋さん
商店街にある。これはまあ通ってたというか1回しか行ったことないんですけど、これはイレギュラーで、我々の先輩、吉本の先輩で永原誠貴さんという方がいらっしゃるんですけど、誠貴さんが犬の首輪とコロッケとっていう映画を撮るので若手芸人みんなであの出させてもらえるよみたいな、エキストラみたいな感じでってなった時に、みんながじゃあ行きますって言って行って、誠貴さんの映画に出るにあたってみんなパンチパーマになってくださいと当時のリアルな感じ出したいんでって言って、みんながええみたいな、藤崎とか多分アインシュタインの河合とかもいろいろおって、ちょっとあのパンチパーマガチで当てるのはちょっとみたいなになったんですよね。でオールバックでいいですかとかリーゼントでいいですかってなったけど、いやあの当時の正規さんの時代のヤンキーはみんなパンチパーマやったから、もうリーゼントとかおらへんねんってなったけど、みんな抵抗して結局パンチパーマ当てんとリーゼントとかオールバックでした、やっぱ正規さんがちょっといやいやでちょっと不機嫌になってらっしゃると、何も言い張れへんけど、パンチ当てないからみんな、当てないからみんなが、でその人たちのバーッとパンチ当てない軍団の撮影が終わって、最後の最後の撮影が俺やったんよ。でその時に俺が撮影に行く前日か前々日に吉本の社員さんが3人来て、パンチパーマ当ててくれるかえ社員自ら、えってなって、いやみんなパンチ当てろ嫌ですリーゼント、みんなパンチ当てろ嫌ですオールバック、パンチ当てろ嫌ですリーゼントみたいなのが続いてて、さすがに正規さんがちょっとみたいになってると、これは濱家ちょっとパンチパーマ当ててくれみんなが当てなさすぎて怒ってると、正規さん、みんなね他の舞台とかあるからね、漫才とかあるからね、もちろんそれ当てたくないやんか、20代前半やしみんなまだモテたいし、で俺が最終的にほんまにお前がパンチ当てへんかったらちょっとやばいかもしれないってことで吉本の社員さんに連れられて、大阪伏せの下町の床屋さんやな、わざわざ伏せまで、ここ正規さんのおすすめやねんって言われてでクッククックックッとパンチパーマって、1回だけパンチパーマ当てた伏せの散髪です、はい、イレギュラーやな。でその当てて結構ね夜やった、仕事終わりやったから、無理やりここの散髪屋さんにも開けてもらってパンチパーマ当ててもらって、夜やったのにまだ映画撮ってるっていうことで、そのまま社員さんがすぐ店に行こう正規さんにすぐ店に行こうって言われて、パンチ俺タクシー乗って、で正規さんのとこ行こうとしたら社員さんに帽子かぶってって言われて、帽子かぶって、社員さんがバーッと行って、女の社員さんが正規さん見てくださいで俺にって言って、俺はおーなんなんそれ、おほんまワンシーンやんなそれで、俺出番5秒えらいやつに手出してもらうなだけだけで、しばらくパンチ、そうで、この伏せの散髪屋さんにパンチパーマを当てて、このパンチパーマからちょっと伸びて、散髪したのが上新庄の、これも上新庄、ここ上新庄で、ビタエスのお兄ちゃんのいとこがここで働いてたんですけど、独立して上新庄で美容室やったんで、上新庄名前忘れましたけど、上新庄の美容室でカットしましたね、そのパンチパーマをね、くるっとなった部分をカットして、で、その後ですね、山内さん言ってたキャパ、はい、これ大阪の西区の堀江のところにある美容室さんで、ここ俺最初ヘッドスパだけで行ってたんですよ、ヘッドスパで調べて、ヘッドスパが人気やっていうので、このキャパに行って、で 2,3 回行って、次行ったぐらいの時に、相方さんも紹介してくれたんですかって山内も言ってたけどな、あれ、なんでですかって、相方さん来ましたよって飛び込みでやんな、この時も飛び込みで行ったところがたまたま俺が行ってたとこやったっていう、もうめっちゃいいのよ、ヘッドスパの椅子が、そう椅子がまずソファ、たまにさヘッドスパの時にさ首痛い時あるやん、長時間は耐えれないような、じゃなくてもうずっと座ってられるようなふっかふかの椅子で、この辺まで美容室の椅子ってここにこうグッとなったりする、なんかこんなんがグッとなったりするからさ、ずっとここの体勢だったらここ痛いなとかなるけど、そうそうそう、普通のソファーでここまで全部カバーしてくれてるのよ、クッションで、でここで頭あるから、ソファーは多分むっちゃシャンプーとかついてんねやと思うねんけど、まあ処理はちゃんとしてくれてるけど、すごい気持ちよくて、いいで一回俺ちょっと買いたてのさ、セーターで行ったことがあって、で濡れへんようにここにタオルこうやって巻いてくれんねんな、でこうヘッドスパ始まってさ、
その時多分いつもやってくれてる人じゃなくて新人の方やったのか、うん、どっかから店舗違うとこから来てる方やったのかやってくれててさ、ヘッドスパってヘッドスパと言いつつこの辺とかさ、この辺とかこの辺もやってくれるやんか。で一回俺そのセーター着てる時に何ちゅうの、背中のはいはい、肩甲骨とかね、首からこう入って背中のなんかもうこの辺まで手入れて、いや そこまではいかんやん。いやいや、ほんまに、そんなに肩ら辺は分かんねんけど、あったけど、いや、ここまでやと思うけど、もうこっからほんまにこの辺まで多分入っててさこうして背中のなんかここにこうやってやっててくれてた。そんな入れてセーター大丈夫かなと思ってたら、ここビヨンビヨンになってる時あったから最悪や、うん、その人一回もその後見たことなかったですけどねでここで長野さんっていう美容師さんと会って、うん、最初はヘッドスパだけやってもらってたんですけど、この人は長野さんじゃないよ、うんうん、長野さんっていう人にいつもやってもらってて、最初ヘッドスパだけやったんですけどカットもやってもらおうやなって、長野さんうまいのと一番好きやったのが10分ぐらいで終わんねカット、早いねカット、めちゃくちゃ早いね、パパパパパパパってほんで喋りながら、うん、でここキャパ行ってます、大阪で最後の美容室のね、そのキャパの美容師さんが初めて濱家に絶対ハゲると思いますって、そうみんな気を使って言わなかった禁句、あ、濱家さん絶対ハゲますそうだからヘッドスパきっちりした方がいいですよ、うん、的な感じでね、そう、そっからがこういうことした方がいいですよとか、うん、こんなん使った方がいいですよっていうアドバイスもちゃんとしてくれて、そうそうそう、でこのキャパ行って、でもここで東京に行きましたから、うん、ローネスですね、山内さんも言ってた、はい、でそっからのオーシャン東京、うん、ローネスは俺が紹介したよね、そうそうそう、山内さんにちょっと俺も濱家が飛び込みでとかよういかんから、うん、誰かの紹介なく行くのが怖いからっていうので紹介してって言って、うん、行きましたね、ローネス、ローネスの原凛子さんは、うん、美容師女性笑顔の中で1位、うん、本当に明るい気持ちになれる、インスタしてて芸人がとか行ったらいつも一緒に写真撮るんですけど、信じられへん笑顔で撮ってるからあれがほんで作った笑顔じゃないのよ本当元気になれる、太陽のようです。で今オーシャン東京の高木さんに来てもらっております、うん、今度ご飯行こうっていう約束をちょっとなんかして、俺オーシャン東京の高木さんと飯行けるんだすごいね、で被ってるとこ結構あるね、 KCP ル被ってるし、キャッパー、ローネス、オーシャン、そうね布施の散髪屋も行ってない、行ってないよそこは、どこそれ、俺パンチしてないから、パンチしたんで、パンチしたのは三角や、地元の散髪屋さん三角、三角かそうしたんや、そう、こういう感じかな、うん、あと1回も名前もちょっと忘れたけど、ここの間にそのまだローネスを山内さんに紹介してもらう前に、はい、東京やのに大阪仕事の時にまだキャパで切ってもらってた時に、うん、東京住んでるのに、でその時キャパも休みで、どうしよう、でも今日髪切りたいねんって言って、ちょっと友達に紹介してもらって行ったとこの散髪屋さんで、うん、こうなんかめっちゃ癖のある男性がこうして、うん、なんかこうしてやってくれるとこで、はい、すっごいなこの人テクニックと雰囲気もすごいしって思ってたら、最後ヘアスタイルこうワックスつけてスタイリングするときに最悪こうやってやられてめっちゃ最悪なとこ、そんなんで一気に冷めるような、激冷め、今までめっちゃすごい雰囲気で来てたのにワックス出したんかなと思った、ワックスって言ったのヘクションみたいな、せえへんやろ、もう一発単発系はねもう数え切れないほど言ってるんで、俺も一回大阪で時間ないから、うん、普段行ってないとこ行った時にめちゃくちゃ下手な人が当たって、ここバリカンで行きますって言われる女の人やってんけど、うん、両手バリカンいる、両手、両手バリカン、いや両手シザーハンズのバリカン、シザーハンズじゃない、両手で行く、もうこれ怖いな、ちょっとドスで刺す時や、全体重乗せるとき、ここも両手でグーッていく、めっちゃ下手やな、生き慣れたね美容室がいいですね、そうね、チャンネル登録お願いします、バイクさんの時期とかはあった、バイクに来てもらった時もあった、俺はない、2、3回あったな、切ってもらった、うん、この辺にキャパのちょっと前ぐらいに、あの元カノのお姉ちゃんに切ってもらってる時もあったわ、なんか言ってたんですよ、うん、元カノのお姉ちゃんが美容室しててそこで切ってもらってる時あったな、うん、
1000円で安ごめんなとか言いながら